どうも最強のお兄さん翔吾です。今回は最強のサブカル論ということで、いつものポケモン GO とは違って、僕最強のお兄さん翔吾が、自分の大好きな映画だったり漫画だったりホラー小説だったり僕の大好きなエンタメに関する、自分の考えを、まとめて一本の動画にしたいと思っています。今回のテーマは鬼滅の刃です。鬼滅の刃僕も大好きで全巻持ってるんですけども、今回はその中でも特にこの最終巻この23巻についての僕の考察考えを動画にしたいと思います。この23巻なんですけども発売してからだいたい2週間か3週間ぐらい経ちましたね。買えなかった人買うのに苦労した人もいるんじゃないでしょうか。僕はもう Amazon でずっと前から予約してて初回版このフィギュア付きのバージョンを買うことができました。このセットで5000円ぐらいして結構高かったですね。フィギュアはあんまり興味がないんで開けてないんですけども、まあ、そんな僕なんですけどもジャンプ自体は7年ぐらい前から毎週買って読んでます。なので鬼滅の刃が始まった時連載が開始した時もジャンプはもうずっと読んでたんですよね。これジャンプ子さんあるあるなんですけど鬼滅が始まった時になんか絵が苦手だなと思って読んでなかったんですよね。僕もこういう人は結構いると思います。ただいつの間にかジャンプの中でアニメ化決定って発表があって、まあ、人気なんだなって思ってるうちに2019年ぐらいにいつの間にかこう社会現象になってこうアニメが爆跳ねして、で僕も今年になってやっと鬼滅読んでみようかなと思ってレンタルコミックで読もうとしたんですけどもう全然手に入らなくて常に貸し出し中みたいな。なのでもう自分で全部買い集めて買うのにもね結構苦労しましたね。売り切れがちょこちょこあって大人買いすることがすごく難しかったですね。で今年の夏ぐらいですね19巻ぐらいの段階でコミックスが全部揃ってあとはジャンプに追いついてそこからはずっとジャンプで最新の話を読んでたんですけども、そして鬼滅の最終回も少年ジャンプ本誌で、見届けることができました。これ朝一でコンビニに買いに行って、まあ、うち田舎なんで普通に山積みだったんですけど結構都会だとね朝行ってももう売り切れてた人もいたみたいですね。なので鬼滅の最終回はジャンプでしっかり読むことができました。このタイムパラドックスゴーストライターっていう漫画もめちゃくちゃ面白くて僕最近の新連載の中で一番大好きだったんですけど残念ながら打ち切りになってしまいました。とまあ僕と鬼滅の関係はそんなところなんですけども、今回はその鬼滅の刃23巻の最終話の解説になります。この最終話なんですけどもかなり賛否両論がありましたね。リアルタイムで読んでた時も結構ツイッターとかで批判的な意見を僕は多く見ました。例えば最終話205話の一歩手前204話の段階で終わるべきだったっていう意見結構見ましたし、あと最終話でちょっと公式がセルフパロディみたいになっちゃってるのがちょっと残念だったみたいな意見も、ね、見ましたね。で僕弟がいて僕と真逆で全然漫画を読まない人間なんですけども、そんな弟が十何年ぶりかにハマって鬼滅は全巻ね僕から借りてジャンプまで追っかけて読んでました。そんな弟なんですけども鬼滅の最終話に関してはジャンプうーんって感じで流し読みしてましたね。全然響いてる感じじゃなかったですっていう兄弟の中でもね賛否が分かれるような最終回なんですけども、僕個人としては鬼滅の最終話は全面的に最高だと思ってます。前置きが長くなってしまったんですけども、今回はなぜその鬼滅の最終話が最高なのかというお話をしたいと思います。できるだけ具体的な展開とかをね話してネタバレをすることはないようにしていきたいと思ってます。どうしても全部アニメで見たいっていう方はあまり見ない方があまり話を聞かない方がいいかもしれないですね。この最終話なんですけども内容も僕は結構好きなんですけどもそれよりも一番素晴らしいのがこの最終話のタイトルなんですよね。この育成層をきらめく命というところですね。この育成層っていう言葉がちょっとイントネーションが僕いつまで調べても分かんなくて育成層なのか育成層なのかちょっと分からなかったんですけども、まあ育成層をきらめく命というこのタイトルがねもう本当に最高だと思ってます。これ見た時にもうやられたなって思いましたね。なぜかというと僕が思うにこの育成層をきらめく命というこのタイトルはこの鬼滅の刃という作品に対する作者の後藤家小夜春先生からの答えだと思うんですよね。どういうことかというとまず漫画をたくさん読んできた人
本をたくさん読んできた人ほどこの鬼滅の刃って何なのかなっていう疑問をずっと持ってたと思います。僕も読みながら鬼滅の刃って何なのかなって思ってました。例えばワンピースとかドラゴンボールとか、ここに全巻揃ってるんですけども、物語の中で一番大事なアイテムがそのまま漫画のタイトルになっているというパターンです。ワンピースにはワンピースというものがあって、それを巡る物語です。ドラゴンボールもドラゴンボールというアイテムがあって、それをみんなで奪い合うみたいな、そういう物語になってます。あと別のパターンとしては進撃の巨人も一つありますね。なんか進撃の巨人ってコミックスがまだ全然出てなかった頃に、なんか日本語として変なタイトルだなってちょっと違和感が僕はありましたね。ただそれを読み進めていくと、そのタイトルがめちゃくちゃ大事な意味となって物語の中に出てくるんですよね。タイトルが伏線になってるっていうパターンですね。で、鬼滅はそのどっちのパターンなのかなって思いながら読んでたんですけども、結局最後まで鬼滅の刃っていうアイテムが物語の中に出てくることはなかったんですよね。あとは登場人物がセリフの中で鬼滅の刃っていうこともなかったんですよ。そうなると鬼滅の刃って何なのかなっていう問いに対する答えは、こう読者に委ねられた形になってると思います。じゃあ鬼滅の刃って一体何なのかなって思って読んでいくと、まあ、例えばシンプルに鬼殺隊の少年たちが持っている刀のことなのかなとか、あと映画でね、煉獄さんが言いましたけども、心を燃やせって、この漫画では結構心がテーマになってくるんですけども、その心だったりとか、もう少し先に出てくるセリフで、思いは不滅だっていう言葉があるんですけども、その思いなのかなとか、いろんな鬼滅の刃っていうものに対する候補がいくつか浮かんでました。ただそれは最終話で分かることになるんですよね。それがそのタイトルの育成層をきらめく命なんですよ。この作者の後藤家小夜春先生は鬼滅の刃って何なのかっていう問いに対する答えをこの最終話のタイトルで与えてくれたんじゃないかなって僕は思ってます。もしこの鬼滅の刃っていうものが何なのかなって、それが答えが心とか思いだとしたら、これは本当204話で終わっててよかったわけなんですよね。ただ作者の後藤家先生は賛否両論いろんな意見が巻き起こるのを承知で、あえて205話で全く別の展開を書いたんですよね。それが育成層をきらめく命のその姿なんですよね。だから僕はこの最終話をあえてそういう展開にした意味っていうのは、鬼滅の刃っていうそのタイトル、鬼滅の刃とは何なのかっていう問いに対する答えになるための回だったんじゃないかなと僕は思ってます。最終話の内容に関して、描写に関しての批判的な意見は結構あると思うんですけども、そういった人にはですね、ぜひこのタイトルだけでもね、味わってほしいなと思います。個人的にこの最終話のタイトルの素晴らしさは、遊戯王の最終話、遊戯王と同じぐらいすごいタイトルだなと思っています。というわけで、最強のお兄さんなりにサブカル論を解説させてもらいました。鬼滅の刃、本当に素晴らしい作品なんで、まあ、僕が言うまでもないですけど、ぜひね、最終話にあまり納得がいかないとか、モヤモヤした気持ちがある方は、ちょっとこういう視点からこの最終話をもう一回読んでほしいなと思います。というわけで、最強のサブカル論第1回を終わります。以上、最強のお兄さん翔吾でした。